トレソースカの佐藤です。よろしくお願いします。こんにちは、みさきです。はい、こんにちは。今日はちょっと漢字を変えまして、はい、あの佐藤くんね、久しぶりですよね。あ、そうなんです。ちょっと6月も長くお休みをいただいていて。そうだよね、はい、まあ、コロナ禍を一番受けましたんで、はい、3月の前半、もう何日か忘れちゃったけど、そうですね、もう約3ヶ月ぐらいですかね。痩せた？痩せましたかね、ちょっと分かんないです。痩せたよ。7月だとはもう全く会ってなかったんで、もう久しぶりなんですけど、まあ、7月からでも働かせていただきます。いやいや、まあ、よろしくお願いしますと、はい、いうことで佐藤君全面7月からもうバリバリしますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今日は何するの？今日はちょっと久しぶりの、まあ、そうだよね、じゃないですか。てかめちゃくちゃ買い物してたんでしょ、どうせインスタとか見たけどいや、まあ、買ったものといえば、うん、ランダムアイデンティティーズのヒールパンツと、このパンツなんですね。今日なんで履いてきてないの、ランダム？ちょっと電車遅刻しそうなんで走れないんで、あれやめました。ダメじゃん、まあ、人身事故になっちゃうよ、ね、まあ、ということで、その下に買ったものに合うものをちょっとお店の中のもので見ていこうかなと思って。夏物、夏、はい、ね、佐藤君買ってなかったもんね。そうなんですよね。上どう、店変わって？いや、かっこよくなりました。またオフファイトが全面的に前に、まあ、そうなんです。こんなのも来ましたよ、はい、これ開けてみ、開けてみ、これ。あ、これ、あ、何もないです。いや、何にも入ってはないじゃん。何もないです。アメちゃんとか入ってないでしょ。はい、もうでもやっぱ T シャツ、 T シャツですね。やっぱ T シャツ欲しいの。でもさ、ヒールブーツ、このパラシュートパンツの裾絞って本当はヒールブーツ合わせるんでしょ？はい、そうです。 あ、そうなんだ。今日は中何着てるの？中は何も着てないです。あ、わざと着てないの？そうですね、背中がちょっと見えそうで怖いんですけど、着てないんですね、うん、それぐらい僕暑がりっていうのもあって、だからこそこう今すぐ着れそうな半袖みたいなものとかもいいなと思うんですけど。でもいつも黒多いじゃん。はい、まあ、なんで僕黒、やっぱり黒をちょっとやめたいなっていう思う気持ちもあるんで、なんかガンディーとかも考えたんですね、こういうミドガンディー。意外意外だと思います、自分でも思います。こういう意外に、でもその合わせにやっぱ合わせていくわけでしょ。そのやっぱパラシュートパンツで本当だったら裾絞って、はい、ちょっと一回絞ってみてよ。その方がいいよ絶対。本当ですか？うん、その感じで上じゃあ選ぼうよ。でも黒なの？黒から離れたいですけど、もう黒から離れれないですよね。でも佐藤君って黒から俺離す意味あんのかなって思ってんだよね。それすごいいいじゃん。はい、サリバンの。でも俺思ったんだけどさ、なんか T シャツもいっぱいだと思ってさ、なんか短丈いいと思うんだよね、この韓流のこのジージャンとか。一回着てみましょうか。いや、だから T シャツとさ、なんかさ、なんか短丈良くない？はい、短丈か、なんか短丈とロングのイメージのこの、こういうのとかさ、ちょっと抜いてみてくれへん？はい、フロントショートで後ろ長いから、ね、視覚的により短く見えると思うし。ナイロン、ナイロン。え、 T シャツはどの辺合わせる？ T シャツはなんかオフホワイトが気になるとかってなんか最近言ってるじゃん。そうなんです。オフホワイトが僕一回も買ったことなくて、まあこういう感じの服装なんで見てこなかったんですけど、なんかもう色的に買うならもう明るい色がいいなと思っては言ったんですけど、なんか例えばこういうライムグリーンみたいな、じゃあ一回さ、そのライムグリーンの合うサイズ入れてさ、なんかちょっと合わせてみようよ。はい、ね、着替えれた？着替えました。おお、あ、もう普通にいいじゃん。はい、でもこれいいんじゃない、いいんじゃない。入れるんじゃないの？あ、入れます。そのパンツなら入れるよね。はい、熱くないのこれ？これめちゃくちゃ薄いんですよ。ナイレン、ナイレンサテン、買いました。
いいやん。はい。じゃあナイロン、ナイロンになるかなと思って。ああ、え、もうそれがいいかなと思ったんです。あ、そうだ。逆に。ああ。え、ジージャーも着てみようよ。はい、着てみます。どう？いや、めちゃくちゃいいです。え、いや、全然着れそうです。なんか。あの、初めて出てきたトランクスみたいやけど。初めて出てきた時のトランクスみたいやけど、あ、確かに刀持ってたらもうトランクスやでこれ。あ、でもこんな、いやいや、もう、え、どうする？じゃあ次中黒とかにする？え、でもこれももうめちゃくちゃいいけど、はい、俺も言われた瞬間これやなと思ってたよ。いや、もうめ、やっぱいいっすね。普通にめちゃくちゃ欲しいです。じゃああと黒いく、それとも俺青もいいと思うけど。あ、青着てみます。もう青なんかもう完全にトラックスに引っ張られてるけど。この辺ですね。うん、あとなんかさ、この辺ちょっと斜めがけ、この辺とかちょっとしといてや。まあ、ターコイズで行こうか。はい、ターコイズ。よし、じゃあ行ってみよう。はい。着替えれた？着替えました。どう？あー、挟まってんちゃう、はまってんな。ちょっと買いました。はい、いいやん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 。オフランダム。あ、そんなフォントバイスやな。かっこいいです。てかやっぱ痩せたの？痩せましたね、うん、え、ちょっと G ジャン着ようや、G ジャン、はい、黄色の方がインパクトはやっぱそれやったあるな。そうです。ちょっとさ、ブルーの量さ、この辺かなんか足そうよ、そういうのぐらい。いいやん、前もう結構トランクスになってきたけど。え、それやったらあれかける？ベルトかな、やっぱもうネックレスいらんもんな。はい、中掛けか外掛けか、腰回りなんか二重巻きとかでもかっこいいけどな。とりあえず上からかけますか。とりあえずかけとくか、はい、せやろ。ソードホルダーみたいな感じになってきて。でもこれだいぶ新鮮ですよね、ベルトをこういう感じで使うって。いや、もうサイバーやで。サイバーっていうか、あの、もう旅してるよ、これ。あともう、だからあのさ、はい、もう終盤やし、あともうサングラスちょい掛け選ぼうよ。どう？いや、めっちゃいいですね。めっちゃいいやん。はい、いや、めっちゃなんかおしゃれです、普通に。これはもう、うちならではじゃん。はい。皆さんいかがでしたでしょうか。未来を感じるコーディネートに仕上がっていると思います。ブルーの差し色でナイロンカーゴのネイビーと相まってクールな印象です。オフホワイトのベルト斜め掛けが自分的に一番新鮮でした。普通にこの合わせでお店立ちたいなと思いました。やっぱりお店で服を見るとイメージも分けやすいですし楽しいですね。はい、では7月からお待ちしております。ありがとうございました。